ときめきメモリアルガールズサイド3、小悪魔一途にこうちゃん攻略編を本日もプレイしていきたいと思います。前回ね、毎週のようにデートをしていたので、ちょっと全然、日数が進んでないんですけれども、来週、っていうかさ、あれだ、前回、やっぱりね、本当に忘れたわ、プレゼントつけてくの。しかも、忘れるんだよねって言ってから、全然時間経ってないのに忘れたわ。ちょっと次こそね、つけていきたいと思います。指輪もらったんでね。バレンタインの話かな。やっぱりな。バンビ、一緒に帰ろう。カレン、帰ろう。ねえ、バンビは誰に渡すの？渡すって何を？チョコに決まってんじゃん。もうすぐバレンタインだよ。こうちゃんに決まってんじゃん。あ、そっか。これだもんな。渡す相手決まってないなら、おすすめの人がいるんだけど。ごめんね、決まってるの。誰？あたし。もう、そんなにチョコ食べたら、あれだよ、ニキビだらけになっちゃうよ。バンビからのだったら特別？どう？考えてみない？ふふ、どうしようかな。そうか、もうすぐバレンタインなんだ。ただ、バレンタインのね、データはちょっとね、分岐させておきたいので、失敗作をね、渡した時のセリフが、小悪魔と天使で違っていて、で、ちょっとそういうね、ちょっとした小ネタみたいなのを私取りだめているので、ちょっといつかね、どれかの、ね、おまけ動画に入れようかなと思ってるんですけど。じゃあ祝日か。あ、3月のデート。誘っちゃいたいけど、今日はいいか。寝とこうかな。あ、しおり、ちょっと待って、冬の間にね、もう一回お家に誘ってほしいんだけど、どうかしら？こうちゃんどうしたの？次の日曜だけどよ、ちょっと付き合ってもらえねえかと。暇だからいいよ。牧場行ってみねえか。牧場多くない？好きだよね。たまにはよ。やったー。うち来るか。あれ、ちょっと待って、でもさ、あれルカが流行じゃないとダメなんだっけ。まあいいや、ちょっととりあえず、まあいいか、行くか。行こう。おう、じゃあ決まりだな。待ち合わせ場所は自宅前でいい？だな。遅れんなよ、こうちゃんこそ。そうだな。じゃあよ。こうちゃんからデートに誘われちゃった。あ、チョコね。さて帰ろうかな。あ、そういえば私バレンタインデーが近いのにチョコの準備してない。ちょっとお店に行ってみよう。いらっしゃいませ。どうしようかな。買いません。やっぱりいいや、チョコは買わずに帰ろう。あ、そっか、このままバレンタインデーに突入か。いえ、あのイベント見れんのかな。ちょっと確認しとこう。
大丈夫っぽいですね。よしよし、じゃあこのまま進めようかな。あとはチョコを、うまく作れれば、問題なしなんですが、どうでしょう。ポップなチョコだっけ？そうだよね、確かね。あ、来たみたい。バーンビ、お待たせ。準備はオッケー？チョコの材料買ってきた。ありがとう。それじゃ始めよっか。買ってきたって相当な種類買ってきてるよね。かなり余るんじゃないかと思うんだけど。これな。ベースのチョコはどれにする？確かね、茶色ベースだったよね、去年ね。こういうのなんかはみ出そうだからさ。葉っぱもなんかでも紅茶っぽくないからね。ドーナツもはみ出そうだしさ。でも去年確か四角かった気がするから、ハートにしようかな。最初のトッピングを選んで。オレンジとピンク、数に限りがあるよ。オレンジとピンク多めだよね、確かね。このさ、チョコチップでもさ、なんか虫の卵みたいになって気持ち悪くなっちゃうんだよな。これオレンジ判定かな。これオレンジ判定？どっちにしよう。なんか白っぽいぞ。あ、やべ、はみ出てる？大丈夫？あ、なんかでもそこまでひどくはないよね、多分ね。ちょっとシャッシャッシャってやった風に見えるかしら。こんなんでいいか。一本いっとく。ちょっと茶色み少ないかな、これじゃ。まあいいか。次は何乗せよっか。あ、ピンクのハートってないんだ。花にしとくか。最後花にしようかな。これがね、なんかなんかさ、豆まきの豆みたいじゃないこれ。なんか大豆っぽい。チョコと大豆はちょっと合わないな。アーモンドがいいよね。トッピングラスト。ね、これでさ、仕上げよっか。ここ大事だよ。このチョコを受け取る人の好みをイメージして選んでね。ウィスキーボンボンもいいんだっけ。ちょっといいか。これはね、間違いがないんで。どうどう。あ、よっしゃよかった。はあ、やれやれ。大成功。カラフルでいいね。私はこういうの好き。華やか。バンビの明るさが出てる。ふふ、うん、上手にできたみたい。王子デートだよね。
かな。でもまあいっか。あ、また指輪つけてくださった。また忘れちゃったよ、もう。ちょっと早かったかな。あれ、こうちゃんもう来てる。早かったね、待たせちゃった。まあまあ。時間間違えちゃった？間違えねえよ。この辺、たまに変なの出るからな。住宅地だけど。行くぞ。家の近辺にそんな変な人出るって嫌だよね、やっぱね。ルカも同じようなこと言ってたけど。どうした？あ、なんだよ。おいおい、またか？うん。これ決まってんな。決めてきちゃった。本当？おかしくない？今さら聞いてんじゃねえ。顔見りゃわかんだろうが。よかった、こうちゃんすごく喜んでくれてるみたい。上がれ。汚ねえとこだけどな。上着着てるけど、あれで薄着判定になるかな。まあもう散々目見たからいいっちゃいいんですけども。ん？なんだ。おい、これ近すぎだ。危ねえだろ。ふふ、それじゃあお邪魔します。お、あ、鍵が開いてる。ルカ帰ってんのか。やった、狙い通り。イベントが発生した。ルカ、鍵閉めろっていつも言って…ん？寝てるね。あら、かわいい顔して寝ちゃって。起きろ、客だ。やっぱり寝顔も美しいな。待って、起こしちゃかわいそうだよ。なんで？だってこんなによく寝てるのに。のんきな面しやがって。もう食えないよ、この野郎は。すやすやと。ふふ、でもこうして見るとルカ君ってやっぱりハンサムだね。まあちょっとあながちね、あれ間違ったじゃない、同じことをね結構思ってましたね。ハンサムね。まガキの頃はよく女と間違われてたな。そうだね、確かにね。ルカが女装してもいけそうよね。うんうん、確かに。あ、わかる気がする。今だって少しメイクしたらきっと女の子に見えるもん。さっきからちょっとあれだね、なんか同じことを思ってるね、私バンビと。女？なわけねえだろ。見えるよ、美人になると思うけどな。うん、そう思う。何、君の悪いこと。お前、三つ編みってできるか？三つ編みするの？うん。やれ。あとはゴムで、よしと。こっちはできたよ。こっちも完成だ。ほら。こう。バンビさ、まあ、三つ編み、まあ、そうね、まあ、三つ編みだけどさ、なんで。だってさ、このま、百歩譲ってこのさ、左右は許すとしてさ、この頭のてっぺんからさ、ね、三つ編み。この頭のね、おかしくない？いや、しかもさ、このいいけどさ、このヘアピンどっから出てきたの？バンビーの持ち物かな？これ、この家にこのヘアピンがあったらちょっとなんかね。
幼女を連れ込んでる疑惑が。しかしひどいな、これ。こうちゃんの時よりひどくない？これは、すごいね。うわぁ。どうだ？これでも美人か？美人っていうか、これは…ルカ、おい。起きちゃうよ。起こしてんだよ。ほら、起きろ。おはよう。うん、おはよう。寝ぼけてねえで顔洗ってこい。ああ。ねえ、大丈夫かな？怒らない？知らねえ。もう。こいつがやったんだぞ！こうちゃんもだよ。ごめん。可愛くね？俺、目覚めたかも。そっちなんだ。可愛くはないよ。あれ、もうちょっと化粧はどうにかした方が。だってよ。よし、その面なら満足したみてえだな。イベントだからなんか薄着とかも全然関係なかったけど、でもまあ面白かったんでいいです。ん？なんだ？おい、これ近すぎだ。いや、っていうかよ、まずいだろ。今日はよ、遅らせろ。ほら、来い。どうした？なんだ？おい、これ近すぎだ。もっと腕回せ。もっとだ。ありがとう、送ってくれて。礼言うほどのことじゃねえ。じゃあな。ん？なんだ？おい、これ近すぎだ。次はよ。なんでもね。こうちゃんに送ってもらっちゃった。そういえば私ファッションチェック冬って受けたっけな。それをね、いつも忘れちゃうんだよな。フリマあるよね。フリマあるけど誘ってくるかしら。またお金はね持ってるからね、普通に買おうかな。服はいっぱいあるんだけども、来週じゃあお買い物しようかな。納金ウィークと。準備はオッケー？カレン、ミオ、2人のおかげでバッチリだよ。っていうかさ、あれだよね、デートの時に、あ、ごめんなさい、なんか変な音入っちゃった。まあいいや。うんうん、バンビの手作りチョコをもらえる男子は超幸せ者。頑張ってね。うん、ありがとう。張り切って作った手作りチョコはやっぱりあの人に渡そう。
こうちゃん受け取ってくれるかな。こうちゃん、おう、なんだ、どうした。あれ、忘れてるならいいよ。じゃあね。待て待て、わかった、チョコをよこせよ。ふふ、もう。おいおい、こんな高そうなチョコもらっても俺なんかじゃ。それは私の手作り、売り物かと思ったでしょ。これお前が。いや、お前なら何でもできちまいそうだけどよ。よく見て、こうちゃんの好みのものが入ってるでしょ。おお、すげえ。なんだか一人で食うのが申し訳ねえな、こりゃ。なあ、お前も一緒に食ってくれんだろな。やった、こうちゃんすごく喜んでくれたみたい。よしよし。あ、そういえばもうすぐ設楽先輩の誕生日だ。プレゼントどうしよう。センちゃんはほっとくとね、多分嫌いになられるから、嫌われるからあげてもいいか。早速プレゼントを買いに行かなくちゃ。どれも1リッチみたいだけど、何を買おうかな。あ、間違えた、今なんかこうちゃんの誕生日プレゼントのつもりで選ぶとこだったこれなんだよね、敵ドールって何なんだろうね。敵ドール、プレゼントも用意したし、あとは渡すだけ。喜んでくれるといいな。呼び出しちゃってすみません。いいよ、察しはついてる。ふふ、じゃあこれ、お誕生日おめでとうございます。これはご丁寧に開けるぞ。お前、俺の心を読んだな。もしかして当たりですか。大当たりだ。俺の欲しいものをいつの間に探り当てたんだ。とんだサプライズだな。どうもありがとう。やった、設楽先輩気に入ってくれたみたい。なんか今急に思い出したんですけど、ときメモね、あのガールズサイドじゃない、本家の方のね、ときメモの、初代のね、やつで、虹野さんの誕生日プレゼントに、腐った卵をあげられるのがすごい私未だに覚えてて、なんか、まだね、当時子供だったと思うんですけど、すごいね、衝撃だったのをよく覚えてます。腐った卵あげるって、ね、なんか、ちょっともう人としてちょっとどうかと思うよね。さすがにね、GS にはそんな選択肢はない、ないですけど腐った卵はちょっと、卵って結構持つから腐らせるの自体大変な気がするんですけどね。なんでその努力を他の部分に向けなかったのか。あ、そうだ、今日お買い物しようと思ってたんだっけ。そうそうそう。あ、いや、ちょっと、お買い物出てみて、ファッションチェック出なかったら別のことに当てようかな。ですね、お買い物に出かけたんですけど、ファッションチェック出なくて、で、もしかしたらやったのかもしれないんだけど、そもそも今日ね、第3日曜日だったということを思い出し、ちょっと今日はやっぱりお買い物はやめて、来月のね、観覧車デートに今日はね、誘っちゃおうかなと思います。もしもし。あ、こうちゃん、藤谷だけど。お前か。なんだ、どうしたよ。
フリマ誘ってくるかな。ちょっとお出かけしたいんですけど。あ、試験だ、もうすぐ。この辺にしとこうかな。3月13日に遊園地へ遊びに行かない？お、付き合うぜ。じゃあ3月13日にバス停で待ってるね。わかった。まあ落ち着け。じゃあまたね。お、じゃあよ。やった、早く3月13日が来ないかな。大丈夫だった。ノーキーウィーク、運動は正直もういいんだよな。あ、いいや。じゃあうがみよと遊ぼう。フリマに。あ、月光だ。あ、ちょっと待って。あ、そう、あれだ。月光したいんです、私、こうちゃんと。でね、あれなんですよね。月光、誰かと月光できる週は、必ず誰かと、人が変わるけど、誰かと月光できるっぽいから、ちょっとね、こうちゃんが出てくるまで、タイムリープしようかしら。おい。あ、来たー。やった、来た、来たー。やっと来たー。あー。ちょっとまた、あれか。変な、あの、音がちょっと、入っちゃったですね。まあ、いいや。やった、発生するかな。どうだろう。今更って感じのイベントなんだけどね。こうちゃん、今帰り？まあそんなとこだ。来いよ、帰るんだろ。家までお送りしますでしょ。へへへ、ありがたい子って。ふふ、ほら行こう。はいよ。出るっぽい。よかった。あれ、私忘れ物しちゃったかも。ちょっと待ってて。もう。なんだ、こうちゃん帰っちゃったんだ。光一くん捕まえた。アホの弟はどうした。てめえらの知ったことか。こうちゃん、一人か。運が悪いな、光一よ。運が悪いのはてめえらだ。算数できねえのか、こら。2対1だろうが。こいつらの後ろ姿初めて見たけど。身長、あ、でもあいつ、あの、履かない人はやっぱでかいんだね。だからよ、身軽な俺は強えぞ。かっこええの。うるせえ、お前らもう嫌いなんだ。あの、ルカの ADV 読んでから、最初は案外いいやつらなんじゃないかと思ってたのに裏切られたわ。でっけえのはタッパだけじゃねえか。
いいから来いや。いけない、喧嘩になっちゃう。私も参戦するわ。コウちゃん。それか、コウイチ。知らねえよ。今先生呼んだから。先生か、そりゃ怖えや。待て、場所が悪い。俺ら帰るわ。じゃあな、コウイチ。ねえ、コウちゃんとルカ君、さっきの人たちと喧嘩してるの？関係ねえだろ。どうして喧嘩なんか、相手にしちゃダメだよ、あんなブサメン。ああ。もう、ちゃんと聞いてる？ああ。それより、今日のことルカには黙ってろ。いいな。うん、わかった。じゃあな。こうちゃん、喧嘩やめてくれるといいけど。ちょっとね、何分やってるんでしょうね。タイムリープしすぎてちょっとよくわからないんですが、まあでもどうせそうだ、これからお買い物に行くでしょ。この辺でやめようかしらね。うん、そうしようかな。うん、じゃあちょっと今日はね、もしかしたらちょっと早いかな、ちょっと何分やってるかわかんないんですけど、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。